今日も一日頑張っていきましょう。ねえねえ、この間さ、急に飛び出していったことあったじゃない。そろそろ教えてくれてもいいんじゃないかな。へえ、天使に悪魔、フェロモンゴーグル、それでなんか雰囲気違ったんだ。それは大変なことに巻き込まれてしまったね。そんなことないよ。ただほら、私にはどうすることもできなさそうだしね。私にできることと言ったら応援してあげることぐらいだよ。頑張れー、ファイトー。幼なじみからの声援、ナナコ様、なんと良い方なのでしょう。マスター、ナナコ様もこうして応援してくださっています。一層身を引き締めて悪魔退治頑張っていきましょうね。頑張れ、負けるな。今日も一日頑張っていきましょう。あ、そうだ、私先生にプリント運ぶように言われてるんだった。うん、ありがとう。それじゃあ行こっか。いやー、助かっちゃうな。あなたって頼りになるね。だからリースさんだっけ、天使の人もあなたを頼ったのかも。天使、それに悪魔か。実際どうなの、悪魔問題順調？ナナコ様の影が。ん、どうかしたかな。お城？お城って壁だね。壁に何かいたの？あれ？うん？変なの。まあいつまでも話してても仕方ないし、早いところ職員室行こっか。先に行ってるね。今確かにナナコ様の影おかしかったですよね。あの形、まるで悪魔。もしかしたらナナコ様は悪魔に取り憑かれているのかもしれません。でもそうだとしたら悪魔の気配を感じるはずですし。マスター、ナナコ様のことはしっかり見ておいた方がいいと思いますです。今日も一日頑張っていきましょう。本日はいかがいたします？了解です。現場へ向かいましょう。さあ出発です。前にいますです。見つけたわ。フラッシュローズチーム、あなたのこれ、
お疲れ様です。ポイント2倍です。マスター、私考えてみたのですが、やはり七子様は悪魔に取り憑かれていると思われます。しかし普通の取り憑かれ方とは違うのも事実。念のためここは天界に伝わる強力な悪魔払いの儀式を行いましょう。このままでは七子様の身にどんな危険があるか分かりませんよ。最悪取り憑かれた悪魔に魂まで食い尽くされてしまうかもしれません。ではマスター、七子様を電話で呼び出してください。私はその間に儀式の準備をしておきますので。来たよ。どうしたの、こんなところに呼び出して。しかも体操服でとか注文が細かいよ。今です。え、ちょっと何これ。すみません七子様、私の声は聞こえていないとは思いますが、聖なるロープにてあなたの身柄を拘束させていただきました。これも全ては七子様のため。天使も時には心を鬼にするのです。さあマスター、七子様に聖なる聖水をビルビルっと引っ掛けちゃってください。何？え？何？冷た。これだけ聖水で洗い流せば七子様に取り付いた悪魔も退散することでしょう。寒いよ。最低だよ。信じられないよ。私もう帰る。あれ、私もしかしてやらかしてしまいました。では帰りましょう。今日は大変でしたね。お疲れ様でした。